37歳の男です。格ゲーはスト2シリーズ、03、スト4くらいです。最近、小中学生の時にハマっていたゲームを数本やったのですが、全く面白く感じなくなっていました。アニメでも昔は面白かったはずなのに、今では絵が古すぎて楽しめません。よくスト5はとか、ギルティは昔の方がとか言う方がいますが、思い出補正入ってね。今のゲームの方が面白いじゃんって思う派なんですが、梅原さんは今のスト5にどういった評価なのでしょうか。うん。これはね、思い出補正は、もちろん入ります。入るんですけど、まあ、例えばじゃあ、あの頃のスト2はすごかった。みたいな。ね。あるじゃないですか。例えば1990、あれは2年かな発売が。の時に出てきたスト2って圧倒的にすごかったんですよ。うん。ものすごい発明品だったと思うんですよ。だって格ゲーのジャンルを作ったわけだしね。で、第1作目から完成度も高いし、未だに基本のルールはスト2でやってるっていうところからも、いかに当時斬新で革命的だったかっていうのはわかると思うんだけど、30年ぐらい経ってもまだ同じことやってるわけだからさ。ただ、じゃあ今、初代一つやって面白いのか。それはないですよ。そりゃ、スピードも遅いし、ゲームバランスも悪いし、キャラも少ないし、ね。そりゃそうですよ。で、ただ、そういう話と、俺がたまに言う、スト2のリュウガエルはすげえ良かったとか、スト2はテンポが良くて面白かったっていう話は、これは実は別の話で、俺は、そのゲームの操作性とか、展開の速さとかは、スト2は未だに良かったなって思って、てるのね。まあ、好みはもちろんあるけど、俺は本当にそう思ってて。じゃあ、スト2に、今スト2やるのかって言ったらやらない。それなんでかっていうと、仕事になんないから。うん、仕事になんないっていうことがまず一つと、あともう一つは、ゲームバランスが悪いから、面白いなって感じる組み合わせが、少ない。リュウガエルとかは、はっきり言って、スト5でもない組み合わせなのね。スト5で一番面白いとされてる組み合わせと、スト2のリュウガエルどっちが面白いって言われたら、多分リュウガエルって言っちゃう。うん、それぐらい面白い。うん。でもその、根っこにあるのは、常にお互いが動いてなきゃいけなくて、選択を迷ったら負けちゃうっていう、そういう、ゲーム性にあると思ってんのね。うん。だから、そういう、スト2の方が完璧にバランスもいいし、ゲームとしても完璧だって話じゃなくて、あのゲームのテンポの良さとか、そのボタンを押した方が基本的には得するよねっていうゲームの作りが好きですよって話。まあ、03もそうだけどね。うん。で、だから一個のゲームで、じゃあ、いろんな組み合わせで遊ぶっていうことで言えば、スト5が俺は最高峰だと思うよ。もちろん。新しいゲームだからね。あと、レベルもスト5が一番高いと思ってるから、まあ、対戦相手に困んないっていう意味でもスト5の方が面白い。ただ、そこと過去の良かった部分を、持ってきて、あのゲームのああいうところは良かったから受け継いでほしいっていうのは、別に、またそれは別問題っていうかね。うん。だから全部すべてひっくるめて、スト5よりスト2の方がいいっていう話ではもちろんないですよ。うん。はい。ですかね。まあ、で、アニメの話をすると、絵が古すぎて楽しめません。まあ、これはわかるなぁ。これはわかっちゃうなぁ。これはわかっちゃいますね。今見て、絵の古さが全く気にならないなっていうか、まあ、そもそも古いと言っていいのかどうかわかんないけど、例えばね、ドラゴンボールとかは、今見ても何にも違和感がないどころか、全然絵で楽しめるのよね。初期のドラゴンボールとか。あんなんだって30年、35年前ぐらいのアニメでしょ。全然古くないよね。全然古くなくない。あれやっぱすごいよね。うん。ジブリってその点すごくない？まあそうだね、ジブリはそうだね。あと絵できついなーっていう。あとあんまり絵に期待してないルパンとかもなんか、結構、俺は面白いっていうかね。うん、そう。まあでもこれはわかります。ただ、これって最初の何分か、もしくは最初の何話かを耐えれば、その世界観に没頭するんで、実は問題ないんですよね。最初パッと見た時にうってなるけど、その後見続けてると、すぐにこう入り込んでいけるようになるから、最初の1話とか2話我慢すれば、作品自体が面白ければ、大丈夫だと思います。うん。俺もね、これ、ドラマじゃないんだけど、俺の中で、
映画のグーニーズって、すげえいい、面白い、もう最高の映画だと思ってたわけ。最高っていうかまあ、なんかもうさ、なんかもうワクワクすんじゃん。めっちゃ立ち図見つけてさ、もうなんか地下、なんか行ったことない世界行ってさ、なんかこう、ねえ、それでもう得体の知れない奴が閉じ込められてたりとかさ、すっげえワクワクすんじゃん。ねえ。だからさ、あの、岩が落ちてくるシーンあるじゃん。罠かなんかで岩が来てさ、当時はさ、うわ、岩だーって思ったけどさ、今見るとさ、マジでドリフっていうかなんか、コントで使ってんのかなっていうようなさ、ねえ、あれこれ発泡スチロールじゃねみたいな。すげえしょぼい岩でさ、ああいうのもなんか見ると、あれこんなしょぼかったんだみたいな。っていうのはあるよね。うん。っていうのはあると思いますわ。アニメはまだしも、うん。ネバーエンディングストーリーとかも今見ると、出てきてるけどさ、なんか、キャラとか結構やっぱ、てかそのファルコンって、犬じゃん。犬でかくしただけじゃん、あれ。ね。まあ好きなんですけどね。ネバーエンディングストーリーね。高大輔。あ、ごめん、今、ちなみに今何個目かわかる人いる ?19 個目ぐらい。20個目ぐらい。20個目、これは20個目。熱心な梅原リスなら、その名前を覚えているでしょう。今では普通になった投げ銭文化。梅原さんをはじめとした各ゲーマーが配信ギフトすることを根付かせるために頑張ってた頃、率先して投げ銭して、習慣を根付かせてくれた第一人者。彗星のように現れ消えていった彼は一体何者だったんでしょうか。篠さんの雇った架空の人物だったのか、投げ銭しすぎて破産しエスポールに落ちたのか。ただその根付いた文化でこれから配信で食っていけるであろう若手もきっと増えていくのでしょう。そして今だからこそ言いたい。高大輔ありがとう。ペンネームゆいあらがき。ガッキーじゃん。あれ？ガッキーってツイッチのガッキーだよね。これは、違う人だよね。なんか、ツイッチでよく1万ビッツとか投げてた人だよね、ガッキーって。ん？さすがにツイッチのガッキーではないでしょうね。あ、そうなの？いや、多分そうだと思うよ、これは、さすがに。でも、高大輔とゆいあらがきは別人だよね。高大輔は普通にミルダムでコメントしたもんね。いや、でも多分そういうことだと思いますよ。ゆいあらがきさんが、高大輔さんの話をしてるんだと思いますよ。うん。ガッキーってコメントしたことないよね。あ、あるよ。ある。ガッキーはコメントしたことある。しばらく配信来れませんっつって最後に1万ビッツ投げて消えていった。うん。エスパールに行ったのかもしれない。ラッキーは。